皆さんこんにちは、こんばんは、マリカです。前回の続き、最初からもう建築やっちゃおう。これ、ここ作っちゃう。線路は後からやります。ってことで、何足りないって言ったアイアンの壁と銅の壁、あれ銅の壁ある？嘘。銅の壁ってないよね。とりあえず銅をやらなきゃ仕方がない。30個。これは時間がかかるぞ。で、銅を取りに行こう。じゃあ銅を取りに行く。これ結構建築も結構骨が折れる作業ですよ。これはなんかいる。うわ、なんだそのなんか変なやつぶわって出たの何？あったよ。なんか光ってなかった？今光ってた気がしたけど。よいしょ。石炭も取っとく。間違えた。よし。上他はなかったっけ？ここの他にない気がしてるけど。あ、そこにもある。ここも取っとこう。よいしょ。よいしょ。オッケー。よいしょ。よいしょ。取れるところは取ってくか。あと石炭。よいしょ。で、26個。まだ26個。まだ26個。お、指導ありがとう。石も何気に必要なんだよな。こっちはないか。とりあえず戻って、できるのが遅いんですよね、あれ。炉でさ、作るのが。あ、ごめん、シド。シド、ごめんごめん。空腹で倒れそう。食べる。よいしょ。オッケー。よし。何だったっけな。家を作る。あ、嘘、もうない。食料早いよ。早いな。よいしょ。あ、できてる。よいしょ。いけたる。入れる。お腹空いてるな。ダメだな。食器棚作ってあげないと。こっちにも入れる。ちょっと待って、今作るよ、食器棚。よいしょ。バーカウンターのところに作ってあげたいけど、食器何個いる？
あ、土なんだね、食器棚って。待ってね。一応ここの中に作っちゃおう。じゃあ食器棚、食器棚、食器棚じゃないね。樽の隣とシェーカーの間か。開く。食料がない 飯なんもないぞ ガラス瓶、じゃあ、それ作っちゃおうか。作れるものは作っちゃおう。石と、鉄がないから、石もない。毛皮必要、本当に。タルーンも作っちゃう。で、袋も作って。あー、そっか、紐とかも足りない。ガラスも作んなきゃいけない。扉も2つ作って。結構大変。大変ね、これ。じゃあ、作ったものを置いとくだけ置いてくか。袋は壁なんだよな。椅子はどこですか？椅子、ここと、あ、違うな 違うね、間違えた。あ、テーブルだ、これ。石のテーブルは、そことそこ、あ、こことここか。オッケーオッケー、よいしょ。ほっ、よし。で、袋はあれなんだよな。入り口は多分ここか。こことここだね。よし。で、とりあえず鉄 鉄開けたろー。OK。で、ガラスを作りたい。結構さ、石炭とかさ、多いからさ、多いからっていうか、必要だからさ、すごいなんか、大変よ、ほんとこれ。毛皮も取りに行かなきゃいけない。よし。で、OK。あ、とりあえず間に合ったね。鉄。よかったよかった。よし。で、とりあえず壁作ってこう。よいしょ。本当足りる、これ。あ、ここ違うのか。じゃあ、見ないとわからないな。壁、こっち入り口だから、ここか。ここも、ああ、間違えた、違う違う 違う。あとは？ああ、そこか。オッケー。よいしょ、こっちもか。よいしょ。ほっ、よっ、よっ、よっ。で、そこ3つ。で、あとは横、ここ全部か。よいしょ。
違う。よいしょ。あ、そこトイレだったの？そこトイレだったんだ。分かんなかった。うん、違うな。あと端っこか、こっち側、ここかな。ああ、鐘が鳴ってる。待って、今作ってんだ。ここはきつい。取り分ここはきついぞ。取り分があるからな。きついよそれは。どこじゃ。あ、これで OK か。じゃあとりあえず壁は OK。 アイアンの壁、アイアンの壁作ってない。これで袋を下げれるか。どこだ。袋、ここ、ここ、ここだ。オッケー。ダーツとかあるんだね。面白そう。あとは材料か。あとはとりあえず材料か。材料取りに行くか。シード行こう。毛皮はさ、行動行って行動だった気がする。痛い、やめたい。ちょ、ターゲティングもらってる。こいつか。こいつ、あ、こいつ肉だった気がするな。やっぱり。よいしょ。油も何気にいて必要だよね。ちょっと待って。これさ、サボテンの果肉よりさ、あれだよね。お肉の方がいいと思うんだけど。お肉取り出す。いろいろ料理する。で、料理を作るために。これ取り出す。で、OK。で、肉入れる。よし。できてる。で、入れる。多分その火もこっちに持ってこようかな。あ、できてる。何？ステーキ。初めて作ったステーキ。すんげえ回復しそうだな、ステーキ。これさ、できたものを入れればさ、どうなるの？入れたことないけど。変わんないのかな？受け取る。入れる。よし。毛皮はさ、もう全部さ、大変作るの。新しいところで作るのって一番大変だよね。OK、ランタン。ガラス瓶、OK。お、なんだ？高級ガラス瓶。そういうのあんの？すごいじゃん。
薬草が作れないな。さあどうしよう。とりあえずできたものは置いとく。よし。これを取り出して、なんだっけガラスでいい。端っこか、端っこの机の上、あ、タレの上か。ここと、タレはどこ。入り口がこっちだから、こっちか、ここか。の瓶が、違う、あ、こっちかこっちだったか、勘違いしてた。よいしょ、 OK。 ビンゴ、あれ、こっちか、 OK、 OK、 ビン OK で、樽がこっちだな。で、タルーがまだ、2段か。よいしょ。OK。いるいる。待って、寝る寝る。寝る。休み。あ、ペロすげえ頑張ってんじゃん。寝れねえよ。すげえ強いじゃん、あの人、鎌の人名前わかんないな。いやー、ちょっと待って、悲惨なことになってる。じゃあ休まないよ、ちょっと待って、ちょっと待ってとりあえず担いで寝かせて、で、すげえ悲惨なことになってんな。休ませて、よいしょ、休むの出ちゃうな。よいしょ、担ぐ、よいしょ、寝かせて、休んでくれ、ペロ、ペロ担げない。ペロが担げない。よいしょ、OK。寝かせる、休んでくれ。で、早いな、復活。早いな、復活。じゃあ、間違えた。とりあえずさ、ステーキをここに。あ、よかった、びっくりした、間違えて食べちゃったのかと思った、びっくりする。よしよし、で、あと何足りない。とりあえずさ、毛皮どうにかせんといかんな。これを塗る。よし、食料はとりあえずそのぐらいでいいかな。鉱山の中にいた？どこだ鉱山？こっち？なんかこっちにいるか？関係ないか？なんかさ、モグラみたいなのいたよね。あれって行動しかいないの？モグラみたいなやつ。落ちた。あ、攻撃力上がるんだこれ、すげえ。へえ、お肉すごいね。ち
っと待って。モグラさん、なんかここら辺に湧いてた気がしてる。いないのかな。もっと奥かな。あ、いるいる、いた。モグラさん、オッケー、ナイス。クラゲさん、名前知らん。あ、俺話せる。この行動は魔物モデルし、とても危険なんだ。気をつけて進むといいよ。ありがとうクラゲさん。どこのどなたか知りませんが、ありがとうございます。よ、ま、まだか。ここら辺はそこしかさ湧いてないね。モグラさん、きついなそれは。どうしよう。あ、湧いてる。地道にここからやるしかないか。行って、痛い、やめて。なんか知らんが、やめて。あー、防御力的なものが落ちるってこと。鉄、鉄、ごめんね、鉄もらうよ、ここの鉄。あ、あ、待って、ちょっと待って、なんか発見した。マント。あ、小麦の種発見した。いって。地味に痛い。痛い。地味に痛いんですよ、トゲトゲ。よいしょ。痛い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 、やめてよ。これ上がれる？これ無理じゃね？大丈夫か？痛い痛いんだよ本当にも。飛んでさ、ジャンプしてブロック積むの難しいな。よいしょ。によっ、によっ、どこだ。あ、落ちちゃった。よし。いって。いって。戻る。これで作れるかな。毛皮取ってきたから。何必要だって言った。あ、一個足りん。一個足りないか。OK。タルーは作れた。銅のインゴットをまた焼かないといけない。ここ。受け取る、よいしょ。で、あと、とりあえず机とね、毛皮がないんだよね。どうしよう。あ、もっと必要だな、どう。もっと作らないと。
これきついね、どう作るの。よいしょ。で、何持ってる今。樽を取り出す。樽はどこだ？酒樽。そっか。で、ボード3つ ボード3つか、きついな。これは長くなりそうだ。あれ、壁掛け家具って。でもボードがさ、作れないから、多分これ先にさ、行動のあれをした方が、線路、トロッコやった方がいいのかな？作れてないよね。作れる項目がなかったからか。これどうしたらいいの？線路。また持ってこなきゃいけない感じ？あそこから。それは大変よ。結構難しい。びっくりした びっくりした。起きてきちゃった。あそこから持ってくればいいよって言ってたけどさ。お、シドありがとう。手伝ってくれてる。ありがとう。よいしょ。OK。よし。地道な作業だな。あれ、曲がったトロッコってさ、木になるの？そうなんだね。よいしょ。これで全部か？これで全部っぽいね。どこまでやった？ どこまでやったか忘れちゃった。よいしょ。確か向こうから引っ張ってくる感じにしてるから、本当入り口のところぐらいだった気がするね。あ、で、ここまで来て、こっちまでやっちゃったから、こっか。そうだ、つなげてたんだよね。よいしょ。よっ。空腹。よいしょ。もったいないよな、攻撃力上がるって。あ、お、1個になった。ごめんね、指導。ちょっと避けてくれる？で、ここをこういって、こことここ。線路がないのはさ、他のとこから引っ張ってくる？壊して。そうした方がいいよね。でも他のところにもさ、坑道の中にも線路が、あ、さっきみたいのがなかったから、引っ張ってきた。引っ張ってくるか、じゃあ他のとこから。
もう夕方だよ。戻ってこれないよ、これは。相変わらずだな、5個。いいのかな、これ取っちゃって。わ かんないけど、とりあえずここから借りよう。 多分レシピの中でさ、作れるようになるとは思うんだけどな。どうなんだろうな、わかんないな。とりあえず借りていく、ここから。よいしょ。応急処置だ、これは。不可抗力だ。不可抗力。言い聞かせる自分に。よし。とりあえず、こんぐらいあったらいいかな。いや、まずい。寝る、夜。寝るよ。寝る寝る。危ない、夜は。よ、寝る。とりあえずここまで仕上げたバオで、まだ素材が足りないんですよね。材料が足りない。どうしよう。ちょっと待って、話しかける。グオーマリカ、坑道を復旧できたんだな。よくやってくれたぜ。これで鉱石採掘量が上がる夕方の報告会を楽しみにしておけよ。それはそうと、マリカ、おめえ坑道に入るときペロに弁当をもらいやがってたな。 はっきり言っとくが、ペロはおめえには渡さねえ。おめえは今から折れない。 女子ですけどね、女子なんですけど。 ちょっと待つんだぞ。どちらかというとペロはオイラの大切な宝物なんだぞ。お前たち全員オイラのライバル。いや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 、女子。 女子よ。ちょっと待て、ペロは俺の天使だ。ペロ誰にも渡さないぞ。ちょっと待てよ。シード、何を言ってる、言い合ってるかは知らんが、俺はバニーってやつに興味が。 興味あるのか。あなたたちペロは私の最愛の娘なんです。誰にも渡しませんからね。くそ、みんなペロを巡るライバルだ。絶対負けねえからな。いや、女子。 女子ここにいますが、女子ここにいますが。よし、マリカさん、行動の復帰は順調のようですね。しかし、バー作りも忘れてもらっては困ります。荒くれさんのやる気の源こそバーなのです。もしまだ進めていないのなら、設計図の中にドリンクテーブルを作って。ドリンクテーブル、あー、そういうことね。今そう、足りないんですよ。ほんと足りないんだよ。作ろうと思ってるんだけど足りないんだよ。よいしょ。あれ、毛皮。お、足りた。椅子足りたな。オッケー。あと、インゴット、銅が、あ、できてる、できてる。よいしょ。受け取る。よしよし、オッケー。もう食べちゃったよ、ペロのお弁当。ペロのお弁当食べちゃったよ、さっき。と、樽が何個？ああ、そういうことね。1個か。じゃあ、樽を4個ぐらい作るか。樽で作るんだね、これ。はい。つけどこ。あ、違う、取り出す。
取り出す。間違えた。オッケー。で、どこに置けばいいのこれは。よいしょ。設計図見よう。ああ、壁もまだ全然やってないね。椅子。椅子、ここ。よし。で、ああ、こっちか。よいしょ。で、あと一個。間違えた。椅子どれだ？あ、そこにも置くの？よし。で、机が、ここと、ここ。OK。で、あとは、ダーツバーと、壁、アイアンの壁って、どうなんだろう。ランタン。あ、でも松明あと1個か。ここか。よし、OK。で、ランタンが樽の上2つか。こっちの樽の上か。よいしょ。ほっ。で、あとはあれだ、あの、なんだっけな、あれですよ、肉置いとこう。肉置いとこう。食料が全然ないな。取り出そう。キノコも取り出す。キノコでな、キノコはあれか。お弁当だ。あの、串のペロがやってたお弁当か。キノコはお弁当ではないな、くし。よし。で、あとは、アイアンの壁が必要。あーあー壊れてしまった。こっからちょっと拝借する。食料が、料理がなくなっちゃった。ちょっと待って。まあ夕方になる。あ、報告会。報告会だよ。お、8個だって。11個、石炭11個。増えてる。740、700、微妙だな。いい感じになってんのかな、わかんないね。あと1個こっちに。ん？ん？登ってないよ、登らないよ。なんかね、アイアンの壁、間違えた、違う、アイアンの壁が作れないからさ、なんかやっぱ行動をさ先に作らないといけないのかな。寝る。線路を先にやっちゃうか。じゃあそこでなんかレシピ思い出すのかな。思い出す。増えるのかな、わかんないな。とりあえず行動を復旧してこよう。交互にやりつつやっていこう。じゃあちょっと待って。よーしょ。
この黒いさ、このブロックとさ、これ、あ、違う、これ間違うな。アイアンの壁と間違っちゃう。線路はどこまで行った？10個あるね。とりあえず、ワープする。ハート落ちてる。ハート落ちてた。でこっちに来ると、あるけどさ、これ、あ、ん？寝床がある。お、開く。爆弾1個？ 1 個だけか。読む。創世録と書かれた埃だらけの本が置いてある。長い式のようだ。本を読みますか？はい。私にとって新天地となるこのオッカムルの地にやってきてどのくらいの月日が経ったであろう。失礼。ここは陽気な荒くれに囲まれた肉肉しくて楽しい島だ。しかし荒くれたちは筋肉を持て余し、ウサギを追い、キノコやサボテンを食べながら静かな生活を送っている。ああ、こんなに立派な鉱山があるのに、これではもったいない。私は前から興味があった。あるものをこの地に作ってみようと思う。それがあればこの島は鉱山街としてにぎわい、荒くれたちも汗水垂らして働くだろう。ものづくりなきこの世界にものづくりが芽生えることを祈って、私はあなた新たなものづくりに着手する。あー、これさ、ビルダーさんじゃない？ここにいたのお手紙じゃない？ちょっと持って帰る。持って帰る。なんか重要な気がするけど。行き止まり？あれ、行き止まりか。こっちも行き止まり。壊したらなんか出てきそうだけど。結構あるな。よけて。わお。そうでもなかったな。何もない。すごいな。すごいすごい。おお。とりあえず戻るか。よいしょ。どっちだ。こっちか。いるいる。やあ、びっくりした。行って。なあ、誰や。あいつか。なんか覆面した人。ああ、ちょっと待って。怖い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 。行って、すっげえ行って。いやー、当たるか。待て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 。おめ。よいしょ。あー、怖い怖い怖い。おめ。よいしょ。オッケー、倒した。倒した。びっくりした。11。お、思い出した。何思い出した？違う、思いついた。あ、どうの剣やっと来たよ。武器やっと来たか。オッケーオッケー。こっちは行く。逃げる逃げる。うん、なんかありそうだな。ないか。逃げて。
あ、やっぱあったね。あったあった。いや、追いかけてきてる、追いかけてきてる。よいしょ。いて、銅の剣が作れるようになった。よいしょ。爆弾か。戻らなあかんか。とりあえず銅の剣を作りたい。どこだっけ、ここか。やっと武器新しいの作れるようになった。違う、こっちじゃないの、ここか。あった。装備、ちょっと整理しよう。ちょっと待ってね、整理整理。サボテンステーキ回復結構低いよね。で、ドリンクテーブルって何？で、何だったっけ、あと。ドリンクテーブルじゃなくて行動、あれどうすればいいのかな。行動復帰 35% いってるけど、破壊すればいいって言ってるから、とりあえず爆弾でとりあえず破壊してくればいいのかな。これちょっと結構長くなりそうだな。どうしよう、今度にする？時間的にも今度の方がいいかもしれないな。今度にしましょうか。じゃあ銅の剣をゲットしたから、それで良きとしましょう。じゃあ今回はここまでにしましょうか。では皆さん、ご視聴ありがとうございます。また間違えた。上向いちゃう、こう。皆さんありがとうございました。また見てください。バイバーイ。